こんにちはススターリストの大山俊です今回の動画では1月22日に発売になりました「ユニクロ U」の新作を使いながらですね大人の男性に似合うコーディネートを 3つご紹介しててみたいいいなという,ふうに思っていますちょうど昨日ですね動画をアップしたんですが僕は今期もですね結構ユニクロ U の新作をたくさん購入したんですね、まあ、僕の場合はですね毎シーズンレビュー動画みたいなものを撮っているんですけどもあくまで僕自身が日常でで着たいいと思うものしか買わないんですねそういう視点で見ても今回はですね結構いいものが多くて全部で6点購入したわけなんですねただこういったファッションアイテムというものは単体で見た時に素敵かどうかこれも大切なんですがこのアイテムを使いながら かどう着こなしを作っていくのかここがですねものすごく大切だと思うんですね。ということで今回の動画ではユニクロ U で僕が買ったものを使いながら 僕たち30代40代の大人の男性はどんな着こなしを作っていけばいいのかここをですね具体的に3つのコーディネートをご紹介しながら解説をしていきたいなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本をですね分かりやすく解説していますもう少し中級者的なアイテムですとか着こなしのご紹介に関しては僕がもう一つ展開してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますのでよかったら説明欄の方にリンクを貼っておきますのでチェックをしていただければなと思っていますそれでは早速いって いましょうはいということでまずは1つ目のコーディネートから解説したいなというふうに思っています一番外側に来てるのはこちらはですね今季のユニクロ U の中で一番僕が気に入っている女性もののトレンチコートになります。僕自身ももでですすねまさかか女性ものを着るとは思っってなかったんですが たまたま着たこちらがですねめちゃくちゃバランスが良かったので僕はこちらのコートがすごく気に入ってるんですね結構たっぷりめのサイズ感になってますがこれでも女性もの S サイズなんですねかなりボリューム感のある大胆なコートになってるかなと思うんですがこちらをですね主役にした着こなしをちょっと組んでみました、まあ、コート自体が結構インパクトがあるのでその内側のアイテムは結構シンプルにしてみましたまずはコートの下にはですね白の丸首のニットを着ていますコートがですね結構ダークグレーで重めの配色になってますので その内側にはですねこのような差し色になる白を選ぶとですね結構パッと明るい印象になるのかなというふうに思っていますそしてボトムスなんですが こちらはですねグレー系のデニムを選んでみました、まあ、コートがだいぶきれいめなのでボトムスはですねちょっとカジュアル感を出してバランスを取るようにしていますそして靴に関してはちょっと見えなくて恐縮なんですがこちらはエアマックス97ですねこちらもちょっとカジュアル感のあるものを合わせながらコートの綺麗さをですね少し和らげるような形にしていますそして色使いなんですけども今回はですねモノトーンでまとめるようにしました コートはダークグレーでニットが白でデニムがグレーそして靴も黒ですねこのような形でなるべく色数を絞ってシンプルな配色にすることで大人の男性にもですね結構合わせやすいコーディネートなのかなというふうに感じています、まあ、今回のコートのように一つインパクトのあるアイテムを取り入れる時にはそれ以外のアイテムですとか色使いに関してはそこまで主張が強くないようにバランスを取ることが結構大切なのかなというふうに思っています結構簡単なコーディネートかなと思いますのでぜひ皆さんもトライをしていただき なというふうに思っていますはい続いて2点目のコーディネートを解説したいなというふうに思っていますまあ、今回もめちゃくちゃシンプルなので皆さんにもですね参考にしていただきやすいかなと思うんですがまず主役に添えてるのはユニクロ U の ーーデッドコートですね。こちらも僕自身はめちゃくちゃ気に入っていまして6点買った中のナンバー2に添えているアイテムなんですけどもこのようなちょっとカジュアルなアウターをると時には内側に着るアイテムはですね少しきれいめに振ってあげた方がバランスが取りやすいかなというふうに思っていますで内側に着ているニットなんですけどもこちらもですね、同じくユニクロ U のもので 3D ニットですねこれは今回ブラックを選択したんですがあえて今回もですねモノトーンの色合わせにしています と思ってててるるんでですすすが丸首の白白 t t シシャャツツをを着て少ししだけ襟元ととからですね白いいせるようにしていますアウターとニットどちらとも黒なんですけどもこの白い部分が見えることで少しだけ軽さですとか明るさを足すことができるのでぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っていますそしてボトムスに関しては今回はスラックス系のものを合わせていますこれはユニクロのスマートアンクルパンツなんかを使っていただくと良いかなというふうに思っています そして足元ですね結構全身が暗めの色になっているので今回はほとんど白に見えますが一応ライトグレーのスーパースターを合わせています、まあ、今回着ているようなちょっとスポーティーなアウターに関してはあえて色数を絞って大人っぽく着てあげるとですね結構いろんな方にも似合いやすいのかなというふうに思っていますもう少し明るさを足したいなという方はですねニットを白にしてみたりだとかあとはベージュ系にしてみるのもいいかなと思いますしニットだけではなくてちょっと綺麗な雰囲気のスウェットなんかも似合うかなと思うのでこの内側に着ているトップスさえ変えてもらい 様々な着こなしのバリエーションが作れるかなと思うのでぜひ皆さんもですねトライをしていただきたいなというふうに思っています、まあ、このような着こなしは僕自身はですね子供と公園で遊ぶときにこれからの季節ガンガン活用したいなというふうに思っています簡単な着こなしなのでこちらもぜひ皆さんお試しいただければなと思っています はいラスト3点目のコーディネートを解説したいなというふうに思っています一番外側に着ているのはこちらはユニクロ U のステンカラーコートですね色に関してはダークグレーを選んでいますそして内側には同じくユニクロ U の今季のカーキのですねスウェットプルパーカーを合わせていますそして内側にちょっと覗いているのはですね白の丸首 T シャツですねこれは無印良品のものを選んでいますそしてボトムスに関しては結構上半身にボリュームがあるので今回はブラックジーンズユニクロの定番のものを選んでいます が今回はニューバランスの1700を合わせています色はダークグレーにホワイトソールがついているものになっています、まあ、この着こなしというのも結構僕は好きでこれからの季節どんどんしてみたいなというふうに思ってるんですが、まあ、着丈の長いステンカラーコートというのは結構ビジネスっぽい印象が強くなりがちなので僕はこれを着るときにはですねちょっとカジュアルなアイテムと合わせることでビジネスっぽく見えないようにバランスを取るようにしています、まあ、特に使いやすいのは今回使ったようなパーカーなんですね パーカーというのはフードがついているので単体で見ると結構子供っぽく見えるんですが今回着ているようなステンカラーコートと合わせてもらうと きれいめとカジュアルのバランスが取りやすいんですね。ですのでパーカーがちょっと苦手だなという大人の男性はこのようなちょっときれいめなコートとですね合わせてもらうとすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。ユニクロのサイトではこちらのコートに対して内側にはですね先ほど僕がご紹介しましたフード付きのコートを合わせているんですけどもまあ、そういった着こなしもありかなと思うんですがアウターに対してアウターを合わせというのは少し難易度が高いのでまあ今回僕が着ているような普通のパーカーを合わせてもらうのがバランスがいいのかなというふうに います今回僕はカーキ色のパーカーを選んでいますので秋冬っぽい雰囲気になっていますがこれから季節が進みまして3月に入るぐらいの時にはですねもう少しパーカーの色を明るくしてもらってもバランスがいいのかなというふうに思っています例えばホワイト系のパーカーなんかもですねかなり相性がいいかなと思うのでそちらも是非頭の片隅に置いていただければなと思っていますそしてサイズ感は結構メリハリが大切かなと思ってるんですが上半身がゆったりめのサイズ感であればボトムスはちょっと引き締めてあげると大人の男性には似合いやすい かなといいとうに思っています、まあ、旬な着こなしとしては全てのアイテムに緩めのサイズを合わせるというのもですね悪くはないかなと思うんですがある程度年を重ねた男性だとやっぱりですねちょっとだらしなく見えがちなのでどこかでサイズ感を引き締めてあげるというのがバランスがいいかなと思うので頭の片隅に置いていただければなというふうに思っていますこちらの着こなしも簡単なので是非ですね皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています はい。ということで、今回の動画では、ユニクロ U の春夏の新作を使ったコーディネートをですね、3つ皆さんにご紹介させていただきました。 どれもですね、シンプルなコーディネートになってますので、ぜひ皆さんもですね、お手持ちのアイテムと組み合わせながら、トライをしていただきたいなというふうに思っています。ユニクロ U のアイテムというのは、通常のラインとはまた違ったトレンド感あふれるようなものが多いので、なかなかですね、最初はとっつきにくく感じるかもしれないですが、ぜひ皆さんにはこういったものを取り入れながら、日頃の万年化したファッションにですね、スパイスを加えていただきたいなというふうに思っています。全身ユニクロ U でコーディネートするのもいいかなと思うんですが、それだとですね、結構トレンドに寄りすぎてしまうので、 主役になるようなアウターはユニクロ U で選んでそれ以外のアイテムに関しては通常のユニクロのアイテムをミックスしてあげるというのも結構バランスがいいのかなというふうに思っていますまあファッションにはトレンドよりか定番よりかという2つの軸があるかなと思うんですがどちらに寄りすぎてしまうのもバランスが良くないのでユニクロ U を使いながらちょっとトレンド感というのも楽しむのもいいかなと思いますしあくまで定番的なものを軸足にしながら 少しだけ今っぽさを取り入れるためにユニクロ U というものを使ってみるのも良いのかなというふうに思っています。ぜひ今回の動画を参考にしながら大人の皆さんもユニクロ U のアイテムを楽しんでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。